抗がん剤治療の時のアプレピタントぐらい必要になる回路基板の量産に取り掛かっているゆかりさんです。いやわからんて。じゃあデキサメタゾンぐらい必要です。それもわからんのじゃ。とりあえず組み立て機は5台体制、これ以上増やすにはまた別の場所に空間を作らなければならない。そしたら今度は材料の導線の生産が足らなくなった。導線の生産量を増やさなきゃ。お、いたちごっこが始まったようだな。ゆかりん、ピエン。ほら天才工場長、さっさと工場を広げるんだよ。ということで気分転換にマップを広げていたら、ぼっちな敵を見つけました。あれなら私一人でも倒せるかな。あれが3を吐いてくる敵、スピッターだね。3はしばらく残り続けて、継続ダメージを受けるから、注意してね。まあ、今言っても遅いか。この世界の敵、強すぎる問題。スピッターは、再度挑戦して無事に倒せましたとさ。ゾンビアタックだな。そんなハプニングはありましたが、とりあえずマップを広げました。工場周辺はこのようになっているようです。だいたい四方に等しくバイターの巣がある感じか。そして左側はどうも大きな海になっていそうな感じ。バイターは海を渡ることはできないので、左側の巣を潰してしまえば海岸沿いは安全になりそうです。防衛はやりやすそうだ。ですので工場はできるだけ左側に広げていこうと思いますね。さあ次の加工ライン建設といきましょう。次に作るのはこれだ。物流サイエンスパックです。新しい種類のサイエンスパックだね。搬送ベルトとインサーターを素材に作ることができます。両方とも量産を開始したので、せっかくだから作っちゃおうと思いまして。まだまだ赤色サイエンスパックだけで研究できる項目はたくさんありますが、もう作っちゃいます。生産場所は赤色サイエンスパックを作っている場所のお隣にします。ここで作るとそのまま研究施設に流し込むことができるので都合がいいのです。ってことでサクッと生産開始。とりあえず組み立て機は4台ですが、いくらでも増やせるようにしています。拡張性は大事。では緑サイエンスパックを使って研究をしましょう。いろいろとやりたいことはあるのですが、まずは自動化技術2の研究をしましょう。より高性能な組み立て機を作れるようになります。必要なサイエンスパックは40個ずつ。かかる時間は研究所1台だと10分。少しずつ増えてきました。組み立て機には元より加工速度が上がっています。そして研究が終わったので、次は軍事技術2の研究を実行。高性能な弾薬やグレネードなどが追加されます。これで私も二等兵から一等兵ぐらいにはなれるかな。ゆかりん一等兵、敵の巣に単身で乗り込んでこい。やだこの上長、怖い。それでは研究が終わった。グレネードを作成。わかると思いますが、投げて爆破する武器ですね。あとはもう一つ、貫通弾薬というものも解禁されました。貫通する弾薬というよりは、単純に通常弾薬よりも強力な弾薬です。素材は通常弾薬に、銅板と鋼ですね。お、鋼の使い道が現れたじゃん。まずは通常弾薬を生産しないといけませんがね。そうだ、グレネードの性能を確かめなきゃ。巣を一撃で壊せたりとか、しないかね。おお、お、巣を壊すと改善に、グレネードの届く範囲内に入ることすらできないね。こりゃダメじゃ。特攻もダメ、タレットもダメ、グレネードもダメ、どうすりゃええねん。やるとすれば、ガンタレットに貫通弾薬を搭載して、もっと多くのタレットを準備して押し上げていく感じかな。そろそろ一矢報いてやりたいですわね。貫通弾薬の生産を始めます。まずは鉄板が必要になるので、高速インサータを使って鉄板ラインから拝借します。高速インサータは、動きの速いインサータだね。ものすごい速度で手を動かす、すごいやつだよ。これも近いうち生産して、今後使うインサータは、全部高速に統一する予定です。で、鉄板4枚を使って、通常弾薬を作成。簡単なレシピだな。銅板と鋼も持ってきて、貫通弾薬の量産開始。これで攻撃力が強化されるぞ。武器を強化したなら今度は防具。銅板100枚と鋼50個という大量の素材を消費してヘビーアーマーを作成。爆発ダメージや物理ダメージを軽減することができます。単純にバイターから受けるダメージが減るね。そして何度目かも忘れた、バイターの凄く滅チャレンジです。ゆかりんが虫にボコられるのを観察しようのコーナーだね。今のゆかりさんは今までのゆかりさんとは違うのだよ。ガンタレットの数も増やして、弾薬も増やして、防具も強化してるんですから。それと、セメイルスも別のやつに変えました。こっちの方が先に汚染にかかりそうだったのです。それでは、まずは安全な場所にタレットを設置。弾薬をセット。そして、さらに前に進んだところに別のタレットを設置。バイターがギリギリ反応してくるかな？来た。一旦安全なタレットのところまで退きます。うん、
余裕でバイターたちを蹴散らしてくれてますな。バイターが反応する位置が分かったので、少し前にタレットを設置。奥の方のタレットは回収します。さらに前に進む。ここから先はバイターが反応して襲ってくるけど、タレットを2台にすれば余裕で対処できるはず。大丈夫そうだ。もう少し進めば、巣の中心が射程範囲に入る。別のタレットに守ってもらいながら、一気に前に進めましょう。ここからは時間との勝負です。弾薬。焦って弾薬がうまく補給できない。弾薬を持ちながらタレットをコントロールクリックで補給できることを、ユカリンは知らないのだった。何ですかその機能は。でもこれで、タレットが巣の本体を攻撃してくれるようになった。早速、巣が一つ潰れたようだね。二つ目も破壊して、残りあと一つです。さらにタレットを前進。さあ、ユカリさんの力をバイターに示してあげよう。やった。やったよー。初めてバイターの巣をやっつけることができたよー。よかったね、ユカリン。ついに一方的にやられる時代が終わったんだ。よし、この調子で近場の巣を一気に壊して回りましょう。近場の巣を一気に、なんだって？調子に乗りました。あの巣も、頑張って倒しきることができました。これでしばらくは襲撃に怯える必要がなくなります。そして、ゆかり工務店の商品が増えました。ロングアームインサータ、高速インサータ、フィルタインサータのインサータ3兄弟が追加です。どれもこれから大量に使うやつ。そして、高度な炉の研究が完了しました。これは今までの石の炉より、高速な精錬を可能とする装置です。必要な素材は、鋼と石レンガですね。石レンガは作ったことないね。作りましょう。石レンガは石を精錬するだけなので、鉄板や銅板と同じようなラインを作って出来上がり。ということで仮置きのラインが出来上がり。鉄の精錬所から近くて邪魔になりそうなので、そのうち移設予定です。これで、鋼鉄の炉が作れるようになりました。大きさは同じなので、石の炉があった場所を置き換えるだけで OK です。では、そのスピードを見てみましょう。こんな感じです。石の炉がこんなスピードであることを考えると、相当速くなったと思います。これで鉄板の生産量も増やしやすくなりますな。そんなところで、今回はここまでにしましょう。ユカリンのために、いいねや高評価をお願いします。ではでは、See you!